警備が破られました。ハーガンは始末しろとのご命令です。地下の入り口では指紋が照合される。つまり君は警備員の後について侵入するしか手はない。姿を見られないよう注意しろ。ヘリに待機の指示を。すぐ戻ります。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 R です、サイコンピューターですね、やっていきます。よろしくお願いします。ちょっと早くあの通常の武器をくれ。あれちょっとまたコントローラー、またか。やっぱり毎回あれね、これ変えないといけないみたいですね。で、見つかるな、9ミリ。あ、これのことか。やっぱりこれ使えたことか。まあ、見つかっちゃいけない、まあ、難しいやつ。風が強いな。やつなので、まあ、気をつけないといけないですね。難しいのかな。まあ、どうせここに来るとね、見張りの、嫌からが、ね、いっぱい出てくるに決まってるんで。で、下手にね、これ打ち込んでしまうと、見つかると思うので、ああ、しまったね、まあこんな風にね、やっていくなんて。もう先にこれ行っちゃおうぜ。で、ちょっと先を見たい。先をどんどん見てよ。今、見張りが二人だな、これ。ちょっと。死にながらやるにしたって、先に、ね。了解。見ていった方がいい。ほら、もういないもん、敵がちょっと。なんでいねえんだよ、これ。ちなみにさ、これ、電撃でもいいんじゃないの？時間に余裕があるみたいなんで、ねえ。ちょっと、この辺でさ、ブシュコ。まあ、これだよね。うん、いいよね。別にね、黙って死ねば、なんだっていいわけだからさ。ねえ、お前も、助かったはずだよ。死ねば助かるんだよ。で、敵だけ出現させて、どうせこのゲームはあれだろ、走ったって大丈夫なやつなんだろ、トゥームレイダー方式で。ね。トゥームレイダーもね、走っても全然大丈夫ですからね。あれ？あ、こうするんだっけ？何かしないといけないから、あー、どうなんだろう。あ、こっち来んのかな？あー、くそ！一撃でやれないとダメだな。あ、おまけにもうジャケットぜ。ごめん、ありがとうございます。基本的にはもうドイツもこいつもジャケットぜとして、ね、ジャケットぜとして認識して、もう基本はショットじゃない、ヘッドショットゲーでね、まあ、やっていくしかないのかなと思いながら改めてやっています。で、他のコメントも、サイフォンフィルター勢の方かどうかはちょっとわかんないけど、ありがとうございます。これジャケットぜじゃないよね。あ、燃えた。よし。武器なんだけど、このゲームジャケット貫通弾を持っている銃もあるらしくて、それが、どっちだったかな、こっちか、こっち。なんかこっちの方があれかな、ジャケット貫通能力があるのかな。確か G3 の方が強いだったかな。ちょっと、ツイッターの方でコメントありがとうございます。こっちか、あ、こっちかな、 K3G4。 これは G18。 あ、どっちも G だからしょうがないな。多分こっちだよね。こっちの方が強そうだもんね。で、こっちはただすごく速い。で、こっちは多分そのジャケット貫通能力がある、もしかしたら逆かもしれないんだけど、があるっていう武器らしいので、まあそういうのも考えながらやっていくといいですよっていうコメントをありがとうございます。よく、まあ、よくご存知というか、まあそういうのも載ってたりするんですかね。このゲームがね、難しいのはさ、動くのができないんだよね。ね。メタルギアみたいにさ、動くのができるともっと、まあ、楽なんだけどね。確かスナイパー、暗視スナイパーライフルは、ショットガン、ここでショットガン出してこさせるっていうのはちょっと意味わかんないんですけど、いるんだよね、ここに。
あ、でもヘッドショットが出ないのが嫌だね。2人いるよね、だっているよね。ってことはいっぺんに殺すためのガスブレが必要になるわけだ。やってないな、この辺かな、ちょっと距離が分かんない。あ、やっ、あ、ちくしょう。あ、これはあれかな、あ、結構遠くにいるんだ。じゃあもっと近づいて大丈夫だね。ちくしょう。で、ちょっとね、敵の、敵っていうか、まあ、あの博士、お医者さんかな、その感づく結構距離が近いっていうかね、遠くにいるように見えて、ね、もう大丈夫かなと思って打ち込んでも結構バレるんですよ。なので、さっきのはなんでバレたのかな、ガスでバレたというよりはお医者さんが気づいてバレたと思うんだよね。このゲームね、多分ちょっとぶつけたところで気づかれなければ気づかれないはずなんで、急がなくてもいいと思うんだよね。ほら、であんまり本当に焦ってか近づきすぎて戦闘を終わらせてしまうよりは、もう生かすだけ生かしちゃって、先にね進めるだけ進めちゃって、で後からゆっくり追いかけるっていう形でも全然余裕はあると思うんだよね。多分だけどね。これも敵出んのかな。何が嫌だってさ、いきなり出るから嫌なんだよね。これあれだな、脱出用経路っぽいですね。で、多分このゲーム敵も、ん？どこにいるんだ？やれるかな？多分ね、動く、見えねえ。上をぐるぐる回ってるんだね。これ始末しろって言われるのかな。ねえ、敵がまだ残っているぞ、とっとと始末するんだとか言われるとね、こっちも尺に触ることはねえけど。今音がしたね、解除音が。あっぶねえ、ゲノム兵だな。あれだね、科学者は先にどんどん進んでっちゃうんだね。でもだからって俺がね、あんまり近づきすぎると配置的にね、無理が出てくるからな。あとは時間切れ。五兵だ、助けてくれ。心配するな、痛くはない。金ならやる、いくら欲しい。助かった。黙って歩け、ファーガン。見つけました。30秒待って、発射制御装置の場所を言わなければ始末しろ。待ってくれ、俺と取引しよう。この殺人鬼が何を言う。あと20秒だ。待て、話を聞いてくれ。時間だ。制御装置はどこにある。カザフスタンの倉庫街に旧ソ連軍の使われなくなったミサイル格納庫がある、そこだ。お聞きですか。直ちに戦闘部隊を派遣する。君は脱出のポイントに急げ。ヘリがそこに向かっている。ファーガンは一緒に連れてこい。来い。待って、お前の仲間は生きてるんだ。リアンか。でたらめを言うな。本当だ。5日前にローマの手下が連れてきた。まさか。逃がしてくれれば女の居場所を教えてやる。どこだ。まずファーガンを前に歩かせるなよ。頭ぶち抜かれるぞ。私について来い。
いいの？いいんですか？デイブ。見えるか？ちょっと、また、俺を、もうどうすんだよ、これ。もう、じゃあ早速、コメントをいただいた通りにしましょうか。もう、ある時は、もうこれ、ね、わかったよ。ね、だって、ファーガンは殺すなってことでしょ？殺すなっていうか、まあ、生かしていけってことだから、あ、これでもわかるよね、でも。どこにいるの？あ、これジャケット勢じゃねえじゃん。やっぱ早いよ。あ、早い。あ、ジャケット勢かどうかちょっと分かんなかったけど。でもジャケット勢だろうがなんだろうが今死んだもんね。完全にはファーガンがボコボコになってしまったのか。こうやって俺の前にいるのもちょっと危ないな。そろそろ後ろから来るんじゃないかな。どっから来てる？うわ、相当速いぜ。まあ俺のダメージもちょっと半端じゃないんだけど、ちょっときつくなってきたね。そうすると今度でこの、まあ、デザートイーグル括弧仮なんですかね、大口径のこれ、どっちか後ろから来るのはな、嫌なんだよな。なんで逃げんだよ。まだやだろ。ちょ、お前もさあ、いいヘッドショットラインだったのに後ろにいるんだ、分かってんだよ。追ってこねえの？追ってこないのか。どこにいる？何？これジャケットじゃなかったっけ？あー、ジャケットじゃない。殺すためだけの武器だ。でも練習力あるから強い。それでこそ、まずい。いや強い。ショットガンとは一体何だったのか。危ない危ない、まずそこにいるね。あー、やべし、連射力があってもこんだけ遠いとダメなのか。遠くいわけじゃないと思うんだけどね。まだいるよね。弾結構多く取れるね。ジャケット欲しいな。まだいるでしょ。あれ、死なない。やっぱりヘッドショットかな。でもね、あー、危ない。やめ落っこちないでくれ。ちょっと丁寧にゆっくりやろう。もうファーガンは分かった。もうファーガンは死んじゃったらごめんなさいってことでね。もし死ななかったらおめでとうっていうふうな考えでいこう。なんか見た感じね、やっぱりゲームしか打たれてないので、今の感じだとね。どこにいる？あ、走ってくるのか、こいつらも。いる？来てる？足音はしないな。ここにいるのか？あ、いた。ほい。で、もう一人いるんだよね。俺しか撃ってこない。そうなのか。あれかな、ファーガンは違うって言ってるのは俺に言ってるのかな。別に全然違くはないんだけど。ジャケット、ありがてえ。
どこにいた？あ、早いとこ。よし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 。ヘッドショットは美しいですね。でもやっぱこういうところはな、あった方が、ああでもな、どうなんだろうな。こう強い武器があるっていう安心感は、いや撃ってるよな。敵のさ、ショットガンってやっぱ強くね。敵のショットガンが強いというか、やっぱ俺が弱いよね、圧倒的に。やっぱ俺だけがさ、いとも簡単に、ごめんいとも簡単に死ぬんだよね。これ納得いかねえんだよな。後ろのやつが追ってきてるな。あー、ちょっと迷えないか。弾開けた。何でもいい、何でも撃ってくれ。よし、いや、まだいる。あー、きついな。で、敵が出てももうヘッドショット、もう基本はね、ヘッドショットで対応していこう。結構ファーガンが体力あるんで、なぜか一番最初のステージのあの爆弾処理班よりはよっぽど強いと思うんでね。敵は、あー俺のアーマーが、ここに来てさ、アーマーがさ全然出てこないのにさ、どういうことなんですかね。どいて、どいて。あーでもヘルスがマッハなんだよな。あ、また来たよ。よし、弾があると言ってもそんなにもうねえのか。あんまり適当にポコ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 もう撃てないっていうことだな。少しずつ、これ10発ぐらいしかね、ないんだよね、余裕が。実は進めるなら進んじゃってもらった方が。あーもうでもヘルスがない、ジャケットがねえのが本当に痛すぎるんだけど。もうそろそろいるもんね、そこに。早くしないと後ろから来るのが一番嫌なんだよな。あれ、ここさっき来たとこじゃないか。回り道してきた。あ、危ない。あー、なんだろうな、これやってるとさ、結局この、まあ、通常の銃が一番強いんじゃないかと思えてくるんだけどね。単発でしか撃てないから、まあ弾もね、この安全にね使わないといけないしさ。ねえ、そこ当たってるよね。ああヘルスが、壁を使わないとダメか。相当厳しいよこれ、本当に。分かってないと勝てないよね。分かってたって勝てないんだもん。もう待って、マップを見てる余裕がないんだよな。あとジャケット、はい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 。敵が出たらね、とにかく逃げて、逃げ隠れしていかないと。あっぶれ、ね、俺が絶対勝てねえもんなこれ。違う、こっちだ。でファーガンはファーガンでさ、違うってあっちこっちあっちこっち歩くだけだしさ、俺を殺すために。あ、どうするどうする。
わ最悪なんだ。来た。3方向はきつすぎるな。